どうも、ゆうやです。というわけで今回は SNS で話題になりがちニキビパッチって実際どうなのっていう話をしていきます。はい。ニキビパッチ。こういったものですね。今回ちょっと買ってきたんですけれども、これ後で開封してみせますが、このニキビパッチに関しては僕かなり言いたいことがあります。すごい意見がありますので、なので、ニキビパッチ今使ってる方はもちろん、これから使おうかなって思ってる方もぜひね、参考にしてみてください。あとは正直ね、ニキビパッチに頼らずとも、ニキビ自体できなくすればいいじゃんって僕思っちゃうんですよ。で、その時に大事なのはクレンジングなんですよ。で、クレンジングはおすすめ、これね、黒のデュオで、なんでクレンジングが大事かっていうと、角栓がニキビの原因になることが多いんですよね。で、この角栓を溶かすのは洗顔料じゃ無理なんですよ。じゃあ何が必要かっていうと、クレンジングで、で、これはね、ほんと綺麗に落としてくれる。で、これ半額のキャンペーン中ですので、少しでも興味がある方は説明欄のリンクツリーもご覧ください。あと、この美容液もおすすめ。ではまず一番最初に、ニキビパッチって実際どうなのっていう話をしていきます。本題ですね。で、これはね、結論から言いますと NG です。はい。僕は少なくとも NG だと思ってます。で、この理由を話していきます。で、この理由が非常に大事で、これね、聞いといた方がいいと思う。おそらく今使ってる方はえって思うはずなんだけれども、でもね、聞いといて、そこから目を背けちゃダメっていうところね。はい。で、その後にどうしてもニキビパッチ使いたいんです、そういう方もいると思うんですよ。もうすでに買っちゃったみたいなね、そういう方に、じゃあこういう時は使っていいですよと、まあ少なくともね、こういう時だけは大丈夫っていう最低限のラインもお伝えしていきますので、ぜひね、最後まで聞いてください。で、まずね、ニキビパッチとは何やねんっていう話なんですが、これを説明していきます。で、これはね、韓国発祥のニキビができた部分に貼るシールですね。で、これはシールタイプと針のようなものがついたタイプがありまして、10年以上前から韓国では流行ってるみたいなんですよね。うん。で、実際ね、今開けてる映像が流れてると思うんですが、こんな感じのものですね。はい。で、ちなみにね、ニキビパッチっていう名称でね、知られてると思うんですが、商品に用いることはできないって知ってました？うん。だから、スポットパッチだったり、クリアパッチとか、まあそういうね、ニキビパッチを連想させる名前になってるんですよ。で、これなんでかっていうのを考えていくと、その効果のほどがわかると思うんですが、要するに、医薬部外品とか、そういう風に厚生労働省の認可が下りてるものじゃない、つまり効果の保証があるものではないので、だからこそニキビパッチ、要するにニキビっていう名称を入れることができないんですよね。だから、ちょっと連想させる、なんか濁した名前になってるんですよ。っていうところですね。うん。まあそこからもなんとなく NG っていうことがわかるかと思います。次に、なぜ NG なのかという話をしていきます。で、これはね、もう簡単に言いますと、ニキビが悪化するリスクがあります。はい。これ、えって感じじゃない？だってさ、ニキビを何とかしたいと。うん。早く治したいと思って使うわけじゃん。なんですけれども、悪化させるってなってくるとさ、話違うぜ、お父さんみたいな感じになってくるじゃん。うん。で、これ理由がすごく大事なんですが、そもそもね、皆さん、ニキビってどういう風になるか知ってますか？ニキビってね、毛穴に角栓が詰まって、で、中で主にアクネ菌が増殖するんですよ。で、そうすると中の方で免疫反応が起こってしまって炎症させちゃうと。で、この炎症して生んでしまった状態、これがですね、ニキビなんですよね。はい。っていうことなんですよ。で、ここでね、皆さん疑問に思うことあると思うんですよ。なんで詰まるとアクネ菌が増えるの？うん。これこういうふうに思いませんか？うん。だってさ、角栓で詰まるって言っても、角栓自体はさ、もともと細菌とかウイルスが入ってこないように、もともとあるものなんですよね。もともとあるものなんだけれども、それが巨大化してきて詰まってきてしまうと、中の方でアクネ菌が増殖する。でもなんで増えんのって。うん。これはね、非常に僕は疑問に思ったんですよね。でもね、その理由を聞くと非常に納得できるんですよ。じゃあ、なんでアクネ菌がね、増えていくのか。っていうと、これはですね、アクネ菌が嫌気性菌だからなんですよ。で、嫌気性菌ってなんやねんっていう話だと思うんですが、この嫌気性菌っていうのは、要するに生育に酸素を必要としない細菌のことなんですよ。簡単に言うと酸素を嫌うもの、だから嫌気性菌なんですよね。はい。で、この嫌気性菌っていうものは2種類あって、要するに通性嫌気性菌っていうものと、あとは変性嫌気性菌っていうものがあります。で、この通性っていう方が酸素あっても生きれるタイプで、変性っていう方が酸素あるとダメなタイプね。で、このアクネ菌は通性の方なんですけれども、でもいずれにしても酸素は嫌うんですよ。うん。だから酸素がない状況の方がすごくね、増えやすいんですよね。うん。っていうのを考えていくと、これはですね、角栓で詰まってると。うん。で、そうすると中の方に酸素が触れにくいですよね。うん。まあ詰まってるわけだからさ。ってなってくると、アクネ菌が増えてきますよね。これは納得いくよねっていう話になってきます。で、ここで考えていくとね、わかると思うんですが、ニキビパッチってどういうものですか？はい。ニキビがあったら、そこの部分に貼るものですよね。で、貼ることによってどうなるかっていうと、酸素の量が減るよね。行く酸素の量がね。うん。もちろん通気性があるものもあると思いますが、何にしろ貼らない方が、貼った時よりは空気は行くじゃん。うん。
ていうことはどういうことかっていうと、要するにニキビパッチで蓋をしてしまうことによって酸素が遮断される、あるいは酸素の量が減ることによってニキビ菌であるアクネ菌が増殖するリスクがありますよねっていう話なんですよ。はい、これはね、まあ皆さんもわかりますよね。で、実際ね、悪化していくとどうなるかっていうと、これがですね、炎症ひどくなればなるほどね、これは肌の内部の方にダメージがいきますから、だから普段であれば普通にニキビができて、で、時間が経って治って、で、それでニキビ跡になってても、それも治って OK みたいな感じになるはずが、これがですね、中でダメージガンガン広がっちゃうと、これは普通に治った時も跡がすんごいできちゃったりとか、場合によっては凹んじゃったりするんですよ。クレーターですよね。はい。なので、本当に良くないことになる可能性がある。もちろんね、ニキビパッチをそんなね、少しやったぐらいで、そこまで悪化するんかいなって言われると、そこまで悪化しないケースの方が多いと思います。ただし、悪化するリスクもあるっていうことですよ。うん。まあ、理論上はそうなってるんですよね。うん。なので、これはですね、僕だったら絶対使いません。はい。正直ね。うん。一応買ってみたんだけれども、どんなものかね、やっぱりこう、ね、ちゃんと試した上で話さないと、それはさ、なんか、ね、食わず嫌いみたいな感じになっちゃうじゃん。だから試してみたんですけど、やっぱりね、良くないと思います。ただし、使って良くなったっていう人もいると思うんですよ。でもそういう方っておそらく、もうそもそもそのニキビ治る予定だったというか、サイクル的にね、ニキビが治るはずだったとか、あとはよくあると思うのが、貼ったことによって、うわ、これでニキビ治るっていう風に自分自身に暗示をかけて、だからプラシーボ効果とかプラセボ効果とか、そういった形でそれで良くなってる方っていうのもいるんだよね。だからまあいずれにしてもね、何とも言えないんだけれども、まあプラシーボ効果でもし良くなるんであれば、それはそれでいいかなって思う反面、でも科学的に見るとこういう形で、要するに嫌気性菌だからさ、酸素を遮断してしまうと余計増殖しちゃうよねっていう話もありますので、だから僕だったら使わない、うん、でここでお金をかけるぐらいだったら別のところに使うっていう話ですね。はい。なのでニキビが悪化するリスクがあるっていうのが NG ポイントになってきます。はい。で、次に、これね、すごく大事なところなんですけれども、なんで韓国発祥なのかっていう話です。はい。要するに、ニキビパッチって韓国発祥なんですけれども、なぜ日本で今までなかったのかっていう話ですよ。うん。で、これはね、考えていくと簡単で、実はね、日本と韓国は保険事情が違うんですよね。うん。だから要するに、僕らって、例えば病院に行くと、ごめん、ちょっと今ガンって音鳴ったかもしれないけど、あんま気にしないで。はい。病院に行くと、これはですね、普通に診察受けますよね。で、ニキビって病気だからさ、保険適用で診察もしてもらえて、保険適用で薬ももらえるわけじゃん。はい。要するに薬っていうものは医薬品だったり医薬部外品だったりするわけであって、それがまあエビデンスもあって一番いいと言われてるものですよね。効果が出るとされてるもの、それが保険適用でもらえるんですよ。で、一方韓国はどうかっていうと、実はニキビっていうものがね、保険適用で見てもらえないらしいです。はい。なので今現在もそうかは知らないんですが、少なくとも前は見てもらえなかったみたいで、でそうなってくるとどうなるかっていうと、まあ保険適用じゃないからさ、お金がかかっちゃうじゃんってなってきた時に、コスメでなんとかしようっていうところで、韓国のコスメってそういったものが多いらしいんですよね。だからメディヒールとかもそうじゃん。あのメディヒールも、まあ日本用とさ、韓国用と違うでしょ、パッケージが。あれなんで違うかっていうと、要するに日本だと韓国のパッケージで売っちゃうとこれダメなんですよ。うん。要するに、医療を連想させちゃうようなものになっちゃうから。でもあれは化粧品だからさ、要するに医薬部外品とかではないからさ、医療を連想させるような感じじゃダメなわけよ。だから日本用のパッケージっていうものがあるんだよね。でもまあ普通にドンキで韓国のものも売ってたりしますが、はい、みたいな感じでね。うん。なのでそういうところもありますので、なのでもう正直さ、日本だったら保険適用で安くもらえるわけですよ、効果がある薬を。であればそっち行った方が良くないと。うん。つまり何が言いたいかっていうと、ニキビができて悩んでるんだったらお医者さん行きましょうよっていう話です。そして最後に、どんな時なら使っていいのかという話をしていきます。で、基本的には今お伝えしたように使わない方がいいです。おすすめはしません。はい。なんだけれども、どうしても使ってみたいとかさ、あとはすでにもう持ってるんですと、うん、でもったいないから使いたいですっていう方もいると思うんですよね。そういう方に当てた内容になってます。はい。じゃあどんな時なら使っていいかっていうと、これはですね、ニキビが治りかけの時です。はい。で、治りかけの時っていつやねんっていう話になると思うんで、具体的に言うと、要するにニキビって膿みたいなものができるじゃん。で、この膿が排出されて、で、なおかつ赤みがだいぶ収まった時、つまり本当に治りかけの時ですよね。もうそのぐらいになってくると貼る意味ないんじゃないかって思うぐらい目立たなくはなってると思うんですが、その時だったらいいかなっていう感じで、なんでかっていうと、まあそのぐらいの時になってくるとさ、まあ普通に、まあ、炎症も落ち着いてきてるっていうことは、そもそもアクネ菌の増殖っていうものもある程度もう終わってるわけです。
ですよね。でその段階であれば貼ってもさ、嫌気性菌とはいえアクネ菌はそんなにね増殖しないと思うんですよね。はい。でなおかつその時に例えばメイクしたりとか、あとは日焼け止めもガンガン塗るとかね。でこの日焼け止め自体はね、塗ること自体は問題ないんですが、やっぱり時間が経って酸化してくるとこれが刺激になって炎症を引き起こすみたいなこともありますので、なのでそういったちょっとした刺激から守るためにニキビパッチを貼る、これはありかなっていうふうに思う。ただしまあ僕だったらやらないっていうところですね。はい。とあとはですね、どうしても触っちゃう人、はい、どうしても触っちゃう人っているじゃん。もう衝動が抑えきれなくて、もうニキビできたら触っちゃうよみたいな人いるでしょ。ちなみに僕も昔はそうだったんですが、今はねだいぶこうなんていうのかな、できたとしてもちょっと痛かったりとか痒かったりとかしても、もうなんか浸透滅却すれば日もまた涼しいみたいな感じで、そんな感じでまあなんだろう、注意をそらすっていうことをできるようになったんですが、でもどうしてもさ、それができないとか、あるいはまあ学校とか行ってて、まあ、無意識に触っちゃうみたいな方も多いと思うんですよ。でそういう方におすすめなのがニキビパッチかもしれない。触るぐらいだったらもしかしたら、貼ってあげた方がいいかなって思う部分もある。とはいえ僕だったら貼らないで触らないっていう、まあそっちの方を選んじゃうんですが、まあ今現在ねすでに持ってて余ってるっていう方はそういう使い方をするといいかなと思います。でこれからね買おうと思ってる人はちょっと考えを改めて、もしそれを買うぐらいだったらちょっとお金貯めて友達となんかどっか楽しいとこ遊び行ったりとか、そういう風なことした方がおそらくストレス発散にもなるし、それによってニキビがねできにくくなるっていうことも考えられると思うんですよ。だからお金ってね、まあ有限じゃん。だから自分が本当に必要だと思うところに使って、本当に必要じゃないところはなるべく省いてあげた方が無駄がないんですよ。だからこれもね、僕はまあ仕事からさ、まあレビューするために買ってきたんだけれども、これ買うのもね正直お金の無駄だなって思ったんですよ。なんですけれども、やっぱりね使ってみないことにはレビューもできないっていうところで買ったんですが、やっぱりね買う必要なかったなと思ってます。まあレビューしたっていうところでは本当に買った意味はあったんだけれどもね。はい。というわけでですね、今回は SNS で話題になりがちなニキビパッチって実際どうなのっていう話をしていきました。どうでしたか？はい。めちゃめちゃ流行ってます。だから TikTok とかでもかなりバズってる動画で、まあ、ニキビパッチみたいな取り上げてる動画とかはあるんですが、正直おすすめしません。はい。なので、まあ、もちろんね、使ってみる分にはいいと思うんですが、まあ、いろんな人の意見を参考にしてね、自分に一番いい方法を自分で行動して試してみてみてください。はい。そうすれば何が一番いいのかっていうのはわかると思うんですが、まあ、一応ね、おすすめしませんということでお伝えいたしました。はい。というわけでですね、今回もありがとうございました。そんじゃ、またな。